はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はネットの画像にあった蝶々を作りたいと思います。可愛いです。こちら可愛いですね。顔を可愛く描ける蝶々ですね。1本で作ってるんで、すぐに作ることができますね。素晴らしいです。いろんな色で作ると超可愛いです。こっちは笑顔バージョンですね。すぐに描くことができます。そしてこっちが黒目バージョンなんですけど、黒目バージョンでも十分可愛いですね。こっちが目がパックマンみたいな目ですね。これ可愛いです。あとはこれです。これ可愛いですね。これはクルアゲハですね。これまつげバージョン、可愛いです。では早速作っていこうと思います。こちらですね、10本くらい残しました。そしたらまず揉んで直角から作っていきます。次3本分ぐらいですね。3本作って、もう1本3本分ぐらい作って、ここは6ピンクツイストですね。ピンクツイストして、次は3センチ、2、3センチ丸を作って、ピンクツイストですね。はい、ここまでいったら羽、大きい羽を作ります。まあ、これがいいです。全体的に小さめに作ると成功すると思います。で、同じ大きさで、そして小さいループは3つ作りますけど、とりあえず2個は同じ大きさでいきましょうか。で、これ3個目作ると、同じ大きさで作るとここなくなっちゃうんで、こっちを重視ですね。こっち重視、こっちと同じ大きさ、これ重視して、あとはループツイストですね。はい、この1、2作って、3個目が小さくなっても大きくなっても大丈夫です。そしたら、ここの触角だけちょっと合体させて、合体させて、合体、あとは離れてるところがあったらちょっとねじってあげてくっつけるといいですね。適当にこれをねじって、適当にねじると固定されるんでね。あとはちょっと形を整えます。形が整いました。前はこんな感じですね。で、後ろはピンチツイストをここに固定しています。これは簡単で素晴らしいですね。ちょっとここが短くなりましたけど、ここの長さは適当で大丈夫ですね。短くなってもいいし、一緒にしてもいいと思うし、ちょっとね、余りすぎたら長めになってもいいし、どれでもいいですね。どれでも可愛いと思う。自由な。ここはね、自由ですね。というわけで、今日はネットの画像にあった簡単蝶々でした。可愛いです。個人的にはこれぐらいの、ここは長さが好きですね。顔がね、やっぱ可愛く描けるのがこの蝶々の魅力ですね。
細長い顔の長女だと可愛く顔を描けないんでね。これは本当、はい、最高です。蝶々はこれで決まりですね。皆さんこれからこれを作ってみてください。ではまた見てください。さようなら。